まあ、数学僕が好きになったきっかけっていうのは実は書籍だったんですよ。そうで、たまたま学校の授業の時間以外に読んだ数学の話で好きになったっていうのがあって、僕の原体験は実はそこにありました。でなので僕は、まあ、そういった活動をしていきたいなっていうのをね、大学生の時にも思ったりしながら活動していくわけですね。はい。で、ちょっと話戻していきますね。皆さんのちょっとコメントもちょっといただきながら。M のお兄さん、あ、なるほどね。はい。皆さんのコメント、ちょっと一旦拾っていきます。はい。算数の得意な言葉は読解力があって、読解力、表現力から本が書けるんじゃないでしょうか。あ、そうですね。ちょっとそのあたりの話もした方が面白そうですね。高校の時に数学のテストは全て満点という人がいて、理由を聞いたら全部やったことがある問題、暗記科目と思っている、ちょっとそのあたりの話もしましょうか。先生の一言って怖い。あ、でもですね、実は先生の一言、さっきね、言ったね、あなたは算数が好きだねと、社会は苦手かもしれないねみたいなニュアンスのことを言われた時に、確かにそうだなってなったんですけれども、実は僕、数学を勉強しようと思った、高校生の時のきっかけ、まあ、図書館に行ったきっかけですよね。は実は学校の先生から「横山は数学得意なはずだぞ」と、うん、だから勉強してみたらどうだって言われたのが実は一言きっかけでした。なので先生の一言でなんか他の科目で苦手意識を持ったものの、改めて数学を好きだと言われてまた頑張るようになってよって話があるので、怖い反面、うん、ああよかった、先生って存在すごく大事だなと思っています。でそう僕がねなんで1位になったかって話をしますと、書籍全部読み漁ったからなんですよ。で、その中には、高校の、いわゆる学校の先生が定期テストで出す問題って、何かしらから着想を得て作るじゃないですか。僕ちょっと分かんないですよ。適当なこと言いますよ。もしかしたら、その先生もテストを作るときに、その本を読んだんじゃないかっていう。ね。僕が読んだ本を読んでて、そこから問題作ったんじゃないかって説があって、まあそれもちょっとありながらも、ただ僕はでも本当に勉強してる感覚はなかったけども、読んでるうちになんか知った概念がいっぱいあって、それこそちょっと専門的な言葉言うとテイラー展開とかフーリエ変換とかね、行列の一次変換とか、そういったですね、大学はちょっと分かんないよねそうそうそうみたいな、いわゆる大学数学と高校数学の境目ぐらいのですね、数学の内容を高校3年生の夏休みの時に知ったんですよ。っていうのが実はその概念を一部分切り取っているようなのが数学3と呼ばれる高校3年生で学ぶ数学で、なので僕は数学3の問題が得意になって成績が上がったっていうのがあります。はい、で僕はそう本を読んでいたからこそ本の証明がすごく楽しかったり、普通の証明と違って学校の教科書と違って解説を書くときにいわゆる口語調というか、いわゆるなんだろうな、端的じゃなくってちゃんと流れるような説明をしているような説明が多いんですね、書籍って。いわゆる学校の教科書以外の数学の本とかってもちろん淡々とした解説もありますけども、そういうのを僕見てたから証明問題とか長文で答えるのがめちゃめちゃ得意だったんですよ。もう誰よりも丁寧に書いてやろうみたいな経験があったんで、確かに数学の成績は上がったっていうのはあると思ってます。はい、学校何も関係なかった。あ、そう、学校は、そう、だから学校の図書館に助けられたかなっていうのはありますし、先生が頑張れって言ってくれたからやってたけども、うん、そうですね。うん、そこは影響してますけども、基本的には実習してました。うん。はい。まあ、ちょっとそんなこんなの話をしながら、ちょっと画面にずっと映したままの話がありますが、そう。で僕がですね、書籍いろいろ作らせていただいた中で、まあ、どんな本が作りたいかなと思った時に、やっぱり僕が思っていたのは、まあ、何でもいいっていう言葉はおかしいですけども、まあ、いろんな切り口で作りたいなっていうのがあったんですよ。そうで僕がやっていたことって何かというと、大学生に入ってからひたすら数学のネタをため始めるってことをしたんですね。どういうことかっていうと、ブログに数学のネタを100記事作ろうみたいなことやってたんですよ。もう無駄なことやってますよね。でもその頃から数学のお兄さんって言ってるんですよ。大学2年生の頃ですね。はい。数学のお兄さんのブログみたいな感じで、もう今はないですけれども、そこにひたすらこう記事を書き続けるわけですね。うん、例えば最近ですと2月22日とかね、2がゾロ目の日があってみたいそうゾロ目がどうのこうのみたいな話とか言ったりとか、うん、あとは何ですか、2月20日とかはなんか UI 室の日だとかね、なんかそんなこんなとか書いたりしてるわけですよ。まあ、今もね、ツイッターで日付の投稿はしておりますけれども、そういうふうな大学生の頃からやっていたわけですね。で、ネタを貯めていくとですね、今度何ができるようになってるかというと、ネタをもうちょっと面白く見せる方法がないかなっていうふうに話が切り替わってるわけですね。で、そうなると今度は、ブログとしてちゃんと記事を書こうって話になってくるんですよ。で、どんな記事書いてたかっていうと、サルカニ合戦を数学的に書くとどうなるみたいな。もう意味わかんないですよね。もうよくわかんない話なんですけども、なんか昔々あるところに、なんだっけ、猿とカニがいましたみたいで、で、猿とカニが、それぞれおにぎりとね、ルーロの三角形のような形をしたおにぎりとみたいな、楕円形の、柿の種を、それぞれが手に入れましたみたいな。で、それで、このおにぎりと、この柿の種を1対1対応してくれないかみたいな感じで、なんかね、そう、等価交換してくれないかみたいな、そんな話を書いてるわけですよ。うん、よくわかんない話が続くわけですね。ただ、全部のその現象を全部数学的に書いていくわけです。で、そしたら、なんかこう、意外といろんな人が目に留めてくれたりとか、あ、なんかそういう普段からあるネタをなんか数学的にするの面白いんだな、みたいな感じになって、でそこから何をしたかっていうと、さらに、あ、そうそう、おにぎりの粒は何粒とかありますよ。結局、サルカニ合戦で柿の木がなるためには 1.5 年間経ったわけだから 1.5 年後の話みたいなことを書いてるとかですね。で、その、柿の種の、柿がなってる場所っていうのは平均、1.5 メートル以上の高さになってるわけだから、そこから、猿が、カニに対して柿を投げると時速何メートルのスピードで落ちてくるから、カニは確かに死ぬとかね。そんなこと書いてるわけですよ。意味が分かんないですね。はい。ウスがね、それに対して仕返ししたわけですけども、柿を投げつけられた時よりも、ウスが2階から飛び降りて、猿に、を潰すっていうのは、仕返しとしては何倍ぐらいの衝撃が当たるのかみたいなことを計算するわけですね。はい。今もそれはちょっとたまに話したりもしてるんですけれども、そんなくだらないことを書いていたら、意外と皆さんから反応いただくことが増えていて、あ、なるほどね、みたいな。そういうふうなちょっとふざけたネタでもいいんだなみたいなことに気づき始めるわけですね。うん、で、例えばドラマとかでキスシーンとかありますけど、じゃあキスシーンとかってこれって数学的に解明できるんじゃないのみたいなことを考えたりとか、本当にいろんなネタをですね、考えているうちにその記事に、目を留めてくれた方が、出版社の中にいまして、ぜひぜひ。横山さんに文章を書いてほしいですみたいなことを言われて書いたのが、実は右下の本で、これが僕が初めて書かせてもらった書籍になったりしております。はい。で、僕が書いてるんですけど、これ名前で監修桜井進って書いてありますよね。文章を僕が書いていて、それを、桜井先生がチェックするっていう形になっているので、僕は前に出てはいないんですけども、実は初めて文章を書籍って形で書いた本がこれです。うん、でここに実は僕ちょっとこれ画像用意できないんであれなんですけども、中見ていただくと数学のお兄さんが登場するんですよ。そう、中にキャラクターが登場します。で、どういうことかっていうと、そういうなんかちょっとふざけたというか、ちょっとこうなんですね、日常の中の話題を面白おかしく伝える数学のお兄さんっていうコンセプトがなんか面白いんで、そのまま登場させていいですかって言われて登場してるのがこの右下の本だったりします、実は。はい。なので僕の似顔絵が実は入ってます。キャラクターが入ってます。はい。で、そんなことがありながらですね、書籍を書かせていただく機会が増えてきた中で、じゃあどんなことができるかなって思った時に、もっともっとくだらないことを書いていこう。さっきのね、サルカニ合戦みたいなね、くだらないことをですね書いていこうと思っていた中で、日本お笑い数学協会っていうのをですね、高田先生と出会うことで作りまして、もっとこれには載っていないんですけども、同人誌を作ったんですよ。同人誌を。そう、確かに引きつける数学小ネタ集っていうのを作ったんですけども、それが意外といろんな人から好評で、本当にくだらないことを載せまくってるんですよ。愛の告白とかですね、数学で告白してみるとどうなるかみたいなこともあれば、みたいな。そんなこともやっている中で、いろんなですね、方に目を留めていただいて、そうするとですね、出版社の方が目に留めてくれて、それを書籍にしないかみたいな話になって、意外とそういうふざけたことでもね、本になるんだなみたいなことを経験したりしていました。僕って、そう、こういうふうな発想で本を作ったりしてます。あとでちょっと他の書籍もちょっと紹介しようと思うんですけども、これ、皆さん知ってます？Netflix が言ってる話って皆さん知ってますかね？Netflix っていわゆる映画とか、いろんなドラマとかいろんなお笑い番組とかバラエティとかも見れたりするような、動画配信サイトだと思うんですけども、Netflix って競合をどこと言ってるかってご存知だったりします？なんか Amazon とかね、Amazon プライムとか YouTube とかね、他の動画サイトとかを上げると思うじゃないですか。うん。それがですね、彼らの競合は睡眠って言ってるんですよ。睡眠。そう。寝る時間との戦い。つまり彼らは睡眠不足を作ろうとしてるんですよ。そう。Netflix はとりあえず寝ないように楽しんでもらえるようなね、コンテンツをどんどん充実させていこうっていう発想でやってるらしくって、そう。競合っていうのが実は他の同じサービスじゃないんだよっていうところで、僕も結構そこって共感できるなと思っていて、そう、僕たちが作っていれば、僕が作ってる書籍っていうのはいわゆる勉強の時間を奪ってるわけじゃないんですよ。そうじゃなくって、勉強時間以外に数学っていうのを届けられたらいいなっていう風な思いでやってるんですよ。そうなので、強いて言うならば他の趣味ですよね。うん、他の時間、うん、他の日常が競合だと思って作っています。で、さっきのね、ページに戻りますけども、例えばこんな感じで、笑う数学とかね、授業で使ってくれてる人いますけれども、そうなんですよ、これ授業で使ってくれてる人がいるんですよ。授業のイントロダクションとかで使ってくれてる人はいるんですけども、授業の代替になるものではないんですよね。本当に笑ってくだらない、本当に役に立つのか分かんないですね。あえて役に立たないものをね、載せてるみたいな、そんな感じだったりするんですけれども、面白い数学の話を載せていたりとか、なんか人生豊かになるかもしれないけども、数学単価とかって、もちろん、授業で使うことはできるかもしれないけども、数学と単価を組み合わせて、ね、新しいね、歌を作っているっていう感じで、趣味的なものですよね。うん。ドリル的な問題ももちろん作ってはいますけれども、中学数学キャラ図鑑、これを教科書にしてほしいというよりは、小学3年生4年生とかも読んでくれてますけれども、ちょっと数学はよくわかんないけども、数学の世界触れてみたいなっていう人がですね、手に取っていただいたりとかしている、そんな本にもなっておりまして、何かというと、そう、勉強時間を奪っているわけではないっていうふうに考えています。めちゃ真面目な話でしょ、これ。皆さんこれちゃんと聞いてくれてるかな？大丈夫ですね。そう。っていうふうに思っていて、なので、僕がやりたいことって何かというと、24時間の中で数学に触れる瞬間って、皆さんあるわけなんです、本当は。そう。授業時間以外に。ただ、触れてることを自覚しない。うん。とか。うん。触れられてない人もいるかもしれないし、触れてることに気づいてない。でも、それに対して、触れてるんだなっていうことを自覚できたりとかで、それを嫌がって触れるんじゃなくって、これ数学じゃん、面白ってなるような、そういう風になるために僕は、コンテンツを作っていますっていうのがあります。例えばフェルム推定とかね、このリベラルアーツラボでよくやってますけれども、最近さっき3歳の子がって話ありましたけども、5歳の子がですね、フェルム推定のこの、お話を聞いた後ですね、何をしたかっていう話を聞いたんですけども、この間大雪が東京でも降りまして、そう、雪が積もった後に何を言ったかというと、この景色にね、この辺りに積もっている雪の粒って何粒あるんだろうねっていうふうに話題に出したらしいんですよ。めっちゃいいこと言うなみたいな。でも計算難しいだろうなって思いながらも、フェルミ推定の話を聞いたから、なんかいろんなたくさんあるものに対してたくさんじゃなくって何個あるんだろうって考えるようになったっていうのがあって、これだよな僕がやりたいことってっていうふうに思ったんですよね。そな雪なんか見ても 僕なんて雪だるま作るだけですけども、まあ、全然それでいいんですけども、そうそうそう、雪だるまを、まあ、作ってどっちの方が大きくなるかなとか体積比とかどうのこうのとかできますけども、なんかもっとシンプルに、うん、なんかその雪を見たら数量をイメージするって素晴らしい。あ、そう、コメントありがとうございます。そうですね、いい質問ですよねと思って、そうそうそうっていうのをやってくれていて、あ、まさに僕がやりたいことってこういうことだよなっていうのを思ったっていうお話です。うん。まあ、なので、まあ、そういうふうな切り口で僕は作っているので、ぜひ皆さんにも、まあ、この話ですよね、どう生かそうかって話の中で言うと、ね、別に授業で使おうとかじゃなくて、ポイッとね、こう部屋の中に置いといて、なんか面白いぞっていうふうに目に取っていただいて、で、それをなんかこう24時間の中で話題に出すとか、話題にしてもらうとか、うん、そういうふうな話です。うん。っていう思いで作らせていただいているというのが僕の書籍になっております。